携帯刑事、銭形シリーズ携帯刑事、銭形神なり、携帯刑事、銭形神なりは2006年1月1日から9月30日まで BSI で放送されたテレビドラマ、携帯刑事、銭形シリーズの第5作目。ファーストシリーズは全26話、セカンドシリーズは全14話。主演は小出沙織。 ゼニガタ家の家系図形思想館を祖父に持つ IQ180 の女子高校生でゼニガタ4姉妹のいとこゼニガタ神が携帯電話を武器に難事件を解決する刑事ドラマ。雷の父親は4姉妹の父親の弟。携帯刑事シリーズ中放送期間が最も多い作品である。ファーストシリーズの相棒刑事役は 携帯刑事シリーズ初登場の国広とみゆき。セカンドシリーズでは過去同シリーズに出演経験のある草刈正夫。また、監視役がこれまでの金剛千武氏から大堀孝一に変わっている。主演の小出沙織は自分が雷を演じることを知る前から何度か庭プロデューサーの別のドラマに出演しており、その際プロデューサーから幾度となく 雷に気をつけろと注意され遠回しに自分が銭型雷を演じることを暗示されていた。当人が携帯刑事をやるのを知ったのは事務所に行った際、自分のスケジュールが携帯刑事で埋まっているのを見た時である。その時になって初めて自分が携帯刑事をやることを知ったという。主人公、雷の名前はポケットモンスターの雷中から取ったものである。 雷の血液型は番組開始当初は O 型だったがいつの間にか本家4姉妹や妹の海と同じ AB 型になっている。シリーズ当初はコメディ色を抑え雷のキャラもクールだったが予算の都合や小出沙織の個性を活かした結果携帯刑事銭型涙、携帯刑事銭型霊同様のコメディ路線になっていった。主演の小出沙織が 焼き芋好きということもあってか、他のシリーズに比べて、焼き芋ネタが多い。セカンドシリーズでは、小出沙織の提案で雷の髪型をショートカットにしたが、髪はその後どんどん伸びていき話数が進むにつれ、バンク映像の向上シーンと髪型が繋がらなくなっていった。これは髪を切った直後に、舞子ハーンの駒子役の出演が決まり舞子を演じるためのカツラを、 こうるために髪を急遽伸ばさなくてはいけなくなったからで、ある。ポスター及び DVD ボックスのジャケットは、ファーストシリーズ2種類、セカンドシリーズ1種類の、計3種類ある。DVD、ボックス3メイキングの、雷と柴田の子供携帯電話相談室、第5回において、携帯掲示、銭形シリーズファンの中でも特に、銭形髪な雷好きの人たちのことを、シャーロキアンや、 トレッキーに習い、かっこよさを求めるなら、ダイアン、お茶目に行くなら、ピカリアンと命名された。2007年3月10日に新宿とはにて、映画、携帯刑事、ザムービーに石川五右衛門一族の陰謀を決闘。ゴルゴダの森の公開初日舞台挨拶が行われた。際、小出沙織の携帯刑事シリーズ卒業式が行われた。なお、卒業式を行ったにもか,かわらず、小は、 次シリーズである、携帯刑事ゼニ銭タ会の文化祭や舞台に、銭形雷役で、ゲスト出演をしている、の制服となっている。ちなみに銭形雷の出演シーンは DVD に収録されており、本放送ではすべてカットされている。セカンドシリーズ12話13話のタイトルについて、公式ページでは、BS 書となっているが、本編とザムービーにオフィシャルブックのシリーズ解説では、 b s BS 愛発となっている。また DVD のメニュータイトルでは、該当部分はなくなっており、まさかオペラ犯人はあなただ。殺人事件だけとなっている。2007年6月12日の TBS での再放送において、当日までの各種番組表では、セカンドシリーズ7話の予定だったが実際には8話が放送されるということがあった。さらに放送日、前後数日は、 次週の番組表の放送予定は8話だったのが、その後9話に修正されそのまま9話が放送され、また一週遅れで放送していた MBS では、通常通り7話は放送された。現在、CBC で、火曜25時25分 -26-002、ファーストシリーズ、CS ファミリー劇場で、日曜22時 -23-002、23 セカンドシリーズを再放送中。日付は BSI における初回放送日。携帯ケージ、銭ナ雷 DVD ボックス、I 携帯ケージ、銭ナ雷 DVD ボックス、2携帯ケージ、銭ナ雷 DVD ボ,ボックス3。ありがとうございます。